皆さんこんにちは、今日も今日の一曲いってみたいと思います、一気に涼しくなりましたね。やっとなんか俺の時代が来たぜっていう感じですね。ね、このままずっとこの涼しいこのぐらいの気候が一番いいですね。はい、はい、昨日はですね、中山美穂さんの、幸せになるために歌いましたけども、もう一曲ね、中山美穂さんの、バラード名曲あるので、2日連続になっちゃいますけども、ミポリン大好きなんで、歌いたいと思います。はい、それでは今日の一曲はですね、中山美穂さんでただ泣きたくなるの、行ってみましょう。あなたの部屋の前座り込んだら、なんて静かなの、恋の入り口みたい。私に生まれたこと感謝できれば、あなたはいつだって抱きしめてくれるのね。どんな風に扉は開くのだろう、どんな風に夜は終わってゆくのだろう。ただ泣きたくなるの、好きだから、好きだけどいつも胸が恋より温かい、ぬくもりをあげたい。忙しいあなたへ、次々に友達結婚してく、現実的に、ああ夢が騒がしく見える。どんな時も辛いことがあっても、昼も夜もずっと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 会いたい。ただ泣かないように強くなる、強いからいつも夢が叶えたい。願いは扉を開けたい。忙しい二人で、ただ泣きたくなるの、好きだから、好きだけどいつも胸が恋より温かい、ぬくもりをあげたい。忙しい
なたへ。はい、ありがとうございます。この曲もあれですね、歌いながらこう気持ちがどん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 こう入っていく、そんな感じの歌ですね。本当にいい曲だなと思います。この曲もあれですよね、作詞を中山美穂さんが手掛けてるんですよね。この本当に分かりやすい、この本当何よりもこの一番分かりやすい、このただ泣きたくなるのっていう歌詞が、もうただそれだけでも本当に響きますよね。本当にいい曲だなと思います。はい、ありがとうございます。それでは昨日のコメントを読んでいきたいなと思います。心さん、いつもありがとうございます。タニーさん、こんにちは。ミポリンの幸せになるために、好きな歌です。懐かしい歌ですね。ミポリンの歌はどの曲もいいですよね。いいですね。やっぱりあの当時のアイドルの中でもですね、歌心をちゃんと持ってるアイドルの方ってすごく少なくて、やっぱり僕の中ではですね、キョンキョン、ミポリン、聖子ちゃん、アキナ、あと鬼の目横、がね、ちゃんと歌心もあって歌も上手くて、あと本田美奈子さんね、っていう感じで、ただ歌として聴いててもいいなってって感じるアイドルの人たちでしたね。タニーさんの素敵な歌声で、聞けてよかったです。ありがとうございます。台風は朝には通り過ぎましたけど、風はきつくひんやりしてますね。季節の変わり目、体調気をつけてくださいね。今日も素敵な歌声のお話ありがとうございました。今日の一曲楽しみにしてます。いつもありがとうございます。ね、心さんもぜひ体調気をつけてくださいね。急に冷え込んできましたからね。やっぱり寒さ暑さも、暑さ寒さも悲願までっていうね、本当にその通りだなと、思います。まあ10月頃にまた夏日みたいな日が来るような気もしますけどね。はい、ありがとうございます。いちごさん、いつもありがとうございます。懐かしい、何度歌っても、声いいからしみる、ありがとうございます。当時カラオケ歌ってました。もう忘れてた、中山美穂可愛かった、谷さんの声最高すぎる、ありがとうございますね。本当可愛かったですよね。また最近ね、ちょいちょいテレビにこう出られているような感じなんですけどね。まあドラマなんかでも、まあやっぱり時代も流れて年齢も年齢になってきてるので、役柄なんかもね、昔の主役を張るっていう感じの役柄ではなくなるとは思うんですけどね。女優さんとしても僕は好きでしたね。はい、ありがとうございます。杉野さん、いつもありがとうございます。谷さん、こんにちはです。こんにちはです。昨日はお疲れ様でした。中山美穂、懐かしい、すごい人気でしたね。そうですね、ザ・アイドルでした。本当そうですね。あの頃はやっぱりザ・アイドルっていう人たちがすごい何人もいたじゃないですか。今はもうみんななんか似たり寄ったりで、こう飛び抜けて目立つ人って少ないですよね。そんな中でやっぱり当時のそのアイドル、まあテレビのその売り出し方もそういう風な感じなのかもわかんないですけど、やっぱりアイドルって良かったですよね。アイドル全盛期の時代ですよね。タニーさんの、優しい歌声がこの曲に合ってると思いました。嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。浅草さん、いつもありがとうございます。こんばんは。懐かしいですね。すっかり忘れていた曲でした。今から部活なのに、近丸の話聞いてお腹空いちゃった、ね、終わってからたっぷり食べてくださいはい、ありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。こんにちは。アイドルの曲にもたくさん、素敵な歌がありますね。そうですね、やっぱり楽曲提供してくれてる人たちも素晴らしい人たちばかりですもんね、当時のアイドルは。はい。昨日の NHK 財津和夫さん74さんファイナルツアーだそうです。あ、そうなんですね、ファイナルツアー中学生の時、テイクオフ、無限軌道、
アルバムでずっと聴いてました。去年ライブに行ったけどその頃より、声が出なくなっていました。あ、そうですか。まあ夜年並みにはっていう感じなんですかね。小田和正さんも、同じ年齢だそうで、吉田拓郎さんとか、素敵な人たちが一つの季節が終わってしまうようで寂しい気がします。本当そうですね、どん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 引退されていくんでしょうね。ね、あの翔吾さんが、あとどのぐらいやってくれるのかっていうのがね、ずっともう本当にあの杖ついてまでもやってくれそうな感じしますけどね。あのずっとオンザロードな感じが、はいはい、ありがとうございます。元旦那さんいつもありがとうございます。谷さんおはようございます。昨日はライブ配信お疲れ様でした。ミンポリン素敵な曲あるんですね。そうなんですよ、結構素敵な曲あるんですよ。今日は台風の影響で、電車が心配だったので、朝5時に家出ました。あの女遅れてましたね。今日は早く寝ます。早く寝れたんでしょうか、ね、台風の影響で本当にあの関東近辺はね、あのちょっとしたことでもう本当すぐ電車止まりますからね。早く寝れてたらいいなと、願ってます。はい、ありがとうございます。みつこさんいつもありがとうございます。おはようございます。今朝は非常に空気が冷たくて、台風去って本当ですね。中山美穂さんは素敵な曲だらけで好きです。幸せになるために聞いたことあるようなくらいで、改めて聞けてよかった。あ、よかったです。いつも私が歌ってた好きな曲があります。あなたの部屋の前ですよね。今日歌った、ただ泣きたくなるのですよね。あの以前からね、みつこさんがただ泣きたくなるのを聞きたいっていうのもあったんですけども、まああの本当にね、中山美穂さんのこのバラード本当にいい曲が多いので、ね、やっと、みつこさんのリクエストにお答えできたかなと思います。あれタイトル出てこないでそういうことよくありますよね。はい、谷さんラジオで、はがき読まれて、すごく嬉しかったでしょうね。そうですね、嬉しかったですね当時は。私もはがきではないけどリクエストした曲で、舘ひろしの、朝まで踊ろうが流れて、もう最高に嬉しかったのを覚えてます。本当嬉しいですよね。今日も楽しみに、してます。ありがとうございます。いつもありがとうございますね、当時のあのラジオね、深夜のラジオ、やっぱり僕らの世代よりちょっと下ぐらい、まあ、うちの妹が6つ違うんですけど、そのぐらいまでは深夜のラジオとかね、あの聞いてたかも分かんないですよね。そのぐらいの世代まではまあ今でも聞いてる人は聞いてるとは思うんですけどね。ね、僕もあの本当に中学校の頃は夜中3時にね、あの川村香織で、あの亡くなっちゃった子なんですけど、山田ってかつてねテレビとかに、ね、出てた、彼女が大好きで、その彼女の、オールナイトニッポンが深夜3時からだったんで、目覚ましかけてね聞いた覚えがあります。はいはい、ありがとうございます。おもろさんいつもありがとうございます。谷さんこんにちはです。こんにちはです。みぽりん、みぽりん私大好きなんですよね。あ、よかったです。毎度お騒がせします。夏体験物語、ママはアイドル、ビバップハイスクール、谷さん見てましたか？全部見てましたよ。もうね、みぽりんときょんきょんのドラマはもう欠かさず見てましたね。めちゃくちゃ可愛い、あの頃の少し、ツンデレチックなミポリンに憧れましたね。そうですね、ちょっとなんかヤンキーっぽい雰囲気を出してましたもんね最初。歌も大好きで C なんて、毎回歌えます。あ、そうですか。この曲は少し大人になったミポリンがしっぽり、歌っている曲の一つかなって、You are my only You are my only shiny star、英語にするのめんどくさくてすいません。いいんです。はい、とか改めて聞くと、歌詞良すぎて泣けちゃいますよね。本当にそうなんですよね。で当時 の, あの歌詞ってストレートな歌詞が多いんですよね。なんかあのこう変な形容して
飾ったっていう感じじゃなくても本当にストレートな歌詞が多いんで伝わりやすいんだと思いますよね。はい、谷さんも皆さんも幸せになるために生まれてきたのでまた頑張っていきましょう。はい、頑張っていきます。また配信楽しみにしてます。いつもありがとうございます。ビーバップハイスクールなんかはね、当時宮沢りえちゃんの、僕らの7日間戦争となんかビーバップハイスクールがね、当時映画って2本立てで見れる感じだったじゃないですか。その2本立てで、見た、まあミッポリンが出てたやつかどうかは覚えてないんですけども、そのビーバップハイスクール大好きで映画見に行ったりとかしたのを覚えてますね。はい、ありがとうございます。ケンジ02さん、いつもありがとうございます。タニーさんこんばんは。ミポリンは30年前、奈良県橿原文化会館で、コンサート見てますがこの曲知りませんでした。30年前、ちょうどまだこの曲が出てないコンサートかもしれないですね。30年前ってもうほんと絶頂期のところですね。はい、おいらは浅香唯衣さん推しでした。そうですか。親友に無理やり連れていかれて、キョンキョンアキナさんとショートカット大好き派です。どうでもええ、どうでもよくないですよね。キョンキョンのあのショートカットがまた可愛かったんですよね。はい、今の君はピカピカ。宮崎よし子さんの CM 懐かしい。昨夜も尾崎のカバー歌ってる、新フォロワーさんが谷さん動画、絶賛してくれてましたよ。ああそうですか、ありがとうございます。毎日の配信感謝しております。いえいえ、こちらこそね、いつも応援していただいてることに感謝してます。ありがとうございます。はい、皆さんたくさんコメントありがとうございます。今日はですね、レズミルズっていうあのボディアタック、ちょっとね体のあのエクササイズのイベントがあるんですけども、ちょっと僕もまあちょっと腰の痛みがねまだあるんですけども、まあ大丈夫かなっていう感じなんで、ちょっと僕も参加してみようかなと思ってます。はい、それでは週の真ん中水曜日ということでですね、今週末もまたね連休の方も多いと思うんですけども、まあ気温がね朝晩の、気温がだいぶ下がってきましたので、ぜひ皆さん風邪ひかないように気をつけてください。はい、それでは、連休に向けて楽しんでいきましょう。それではまた明日。